アイザイア・トーマス、アイザイア・ロード・トーマス三世、イザイア・ロード・トーマス E、1961年4月30日隊は NBA の元バスケットボール選手。選手時代の13シーズンをデトロイト・ピストンズで過ごした。その時代を代表する名ポイントガードであるだけでなく、NBA50 周年記念オールタイムチームに選ばれ、引退後には殿堂入りも果たした名選手だった。 1990年の NBA ファイナル MVP 優勝経験は2回。名前はイザイアと綴られているが、イザイアと同じアイザイアと発音する。イリノイ州シカゴ出身。ニックネームはジェケ・ジーク。9人兄弟の末っ子として生まれ、彼が3歳の時に父親が蒸発したため、少年時代には苦しい生活を余儀なくされた。トーマスが生まれ育った。 シカゴの地区は治安が悪く女で一つで子供たちを育て上げた母親はトーマスを飛行から守るために手を尽くした。ある時、不良少年らがトーマスを誘いに家にやってくるとトーマスの母親はライフルで彼らを追い払った。高校時代には州の優勝を争うチームに所属しバスケットボールのアメリカ大陸大会にも代表として出場、そこで優勝を果たした。 このような活躍が認められ、トーマスは1979年にメーモインディアナ大学に入学。翌1980年にはモスクワオリンピックのアメリカ代表チームの一員に選ばれたが、西側諸国のボイコットにより、実際に代表として活躍することはなかった。185センチと小柄ながら得点力があり、アシストの能力も高く、3ポイントシュートも入るので、 トーマスは注目を集める選手だった。2年生時の1981年にはチームを NCAA の優勝へ導き、この年のトーナメントの最優秀選手に選ばれた。その後に大学を離れ、NBA のデトロイトピストンズに入団した。数年後にインディアナ大学で犯罪法学の学士号を取得している。トーマスは1981年に全体に入れ、 ピストンズに指名された。この年の1位指名権を持っていたのは、ダラスマーベリックスだったが、トーマスはマーベリックスを避けていた。当時弱小だったピストンズへの入団も希望しておらず、故郷のシカゴブルズに関心を持っていたが、ピストンズ球団関係者の説得を交わしきれなかった。入団当初の会見で、トーマスはピストンズを、ボストンセルティックスやロサンゼルスレイカーズのような競合にしたいと話したが、 それを真に受けるものは少なかった。1年目の1981から82シーズンには17得点7.8アシストを上げオールルーキーファーストチームに選ばれた。2年目には22.9得点7.8アシストでオール NBA セカンドチームに選出。オールスター戦にも新人のシーズンから出場し、トーマス個人の実力は評価されていた。 しかしチームは1981から82、シーズンには39勝43敗、翌年は37勝45敗と負け越しており、プレーオフ出場もままならない状態だった。なお、トーマスが新人だったシーズンの途中で、ビルレインビアがチームに加わり、3年目の1983から84、シーズンからは、チャック・デイリーヘッドコーチが就任している。 トーマスは勝利への欲求が強く、チームがあまりに勝てないため真剣に対談を考えたことがあったが、デイリーらの説得で思いとどまった。また一年目のシーズンから NBA ファイナルに通い、勝利には何が必要なのかを学ぼうとした。バスケットボールばかりでなく、アメリカンフットボールのスター選手にも会い、勝利の秘訣を知ろうとした。デイリーをヘッドコーチに迎え入れていこう。 ピストンズは徐々に上向き始めた。1984年にチームは49勝33敗と勝ち越した。この年ピストンズは6年ぶりにプレーオフに進出するが、1回戦でニューヨークニックスに敗れる。翌1985年にピストンズはドラフトでジョーディ・ウマースを指名、リック・マホー,オーンもトレードで獲得。ビル・レイン・ビアも徐々に成績を伸ばしてきており、 1985から86シーズンにはリーグのリバウンド主位になった。さらに1986年にはジョン・サリーとデニス・ロットマンがチームに加わり、バッドボーイズと呼ばれるチームの中核メンバーがシューマバッドボーイズは激しいディフェンスでリーグを席巻した。チームで唯一の新種と言われたマースを除けば、彼らは必要以上に乱暴で卑怯なチームとして、 リーグの大抵の選手に意味嫌われ、バッドボーイズの主な数人だけで、他の一チーム分の罰金をリーグに支払っていた。小柄ながら強気なプレーを見せるトーマスは、得点やゲームメイクの面で、そして精神的な柱としてこのチームを束ねる役割を果たしていた。また、ドリブルの名手でもあり、スティールにもたけていた。トーマスは、年齢よりも、 かなり若く見える顔立ちをしており、しばしば人好きのしそうな笑顔を見せたが、バッドボーイズのリーダーというイメージと、そのプレイスタイルから、微笑んで相手を倒すと言われた。トーマスは1984年から4年連続で20得点、10アシストを上回る成績を上げ、84年から3年連続で、オール NBA ファーストチームに選ばれた。 また84年と86年のオールスター戦では MVP に選ばれる活躍を見せた。1984から85シーズンには平均アシスト数13.9でリーグ首位となった。1985年の NBA オールスターゲームでトーマスはルーキーだったマイケル・ジョーダンとチームメイトになったが何人かのベテラン選手と共にジョーダンが受けていた注目に反感を持って 彼に巣を出さなかった。引退後、トーマスは、そのことをよく子供に聞かれるんだけど、当時モーゼス・マローン、ラディー・バード、ジュリアス・アービングが、チームにいる状況で G ンばかりにパスを回すことは、できなかったと述べている。3人の選手は、実績のある偉大な選手であり、ルーキーの冗談を、特別扱いすることは難しかったかもしれない。1987年。 ピストンズはついに50勝の大台に乗り、52勝30敗でシーズンを終える。この頃のピストンズは若くハングリーなチームとして知られ、トーマスはその象徴のような選手だった。急激な成長の途上にあったピストンズは、1980年代の NBA で映画を極めていたボストンセルティックスに挑戦することになった。プレーオフに入ったピストンズは好調で、 7勝0敗で、イースタンカンファレンスファイナルに進出、セルティックスと対戦した。前シーズンに優勝していたセルティックスを相手に、ピストンズは2勝2敗で、第5戦に臨んだ。試合終了5秒前、107対106で、ピストンズがリードしている場面で、ボールがコート外に出て、ピストンズボールとの判定がなされた。残り数秒の間ボールをキープすれば勝てるという展開で、 トーマスがインバウンズパスを入れた。ところがパスコースを読んでいたラリーバードがインターセプトし、デニス・ジョンソンにアシスト、セルティックスは劇的な逆転勝利を収めた。シリーズは結局7戦目までもつれ、最終的にはセルティックスが押し切り NBA ファイナルへ進出した。6戦目はピストンズのホーム戦だったため、5戦目の敗北はトーマスやピストンズにとって 悔やみきれないものとなった。この時代東地区の覇者だったボストンセルティックスはピストンズにとって倒さなければならない壁のような存在だった。1987から88シーズンピストンズは54勝28敗で東地区ではセルティスに次にプレーオフでは前年に続きカンファレンスファイナルでセルティックスと対戦した。 このシーズンは4勝2敗でついにセルティックスを下し、王者を引きずり下ろす形となった。NBA ファイナルでは前シーズンの発射、ロサンゼルスレイカーズとの対戦となり、トーマスにとっては友人であるマジック・ジョンソンとの対決でもあった。このファイナルはトーマスにとって初めて優勝を狙うチャンスだったが、レイカーズを相手に3勝2敗と王手をかけた第6戦目で、 トーマスが足首を強くひねるというアクシデントが起こった。トーマスは苦渋の表情を浮かべ足を引きずりながらプレーしたが、最終の第4クォーターだけで25得点、試合全体では46得点という活躍を見せた。一つのクォーターで25得点は NBA ファイナル記録である。それでも優勝までわずかに1ゴール及ばず、ピストンズは102対103でレイカーズに敗れた。 試合の後の検査で、トーマズの足首は骨折していることが分かった。7戦目もレイカーズがセリ勝ち、ピストンズの優勝はならなかった。前シーズンの NBA ファイナルでは赤敗したものの、セルティックスを破りレイカーズをギリギリまで追い詰めたピストンズの成長は明らかだった。翌1988から89シーズン、ピストンズは63勝19敗とリーグ首位の 成績で終えた。プレイオフの1回戦では、怪我でラリーバードを書いたセルティックスを3試合で一走カンファレンスセミファイナルでは、ミルウォーキーバックスを4試合で封じ、続くカンファレンスファイナルでは成長の途上にあったシカゴブルズを4勝2敗で退けた。ピストンズはここまで11勝2敗という強さで NBA ファイナルに進んだ。ファイナルでは2年連続で、 ロサンゼルスレイカーズと対戦。このシリーズ、レイカーズは、マジック・ジョンソンら主要メンバーを怪我で失い、ピストンズは4勝0敗で優勝を決めた。トーマスにとっては9年越しの悲願達成だった。翌1989から90シーズン、ピストンズは59勝23敗と、レイカーズに次リーグ2位の成績だった。プレーオフでは、インディアナ・ペイサーズとニューヨーク・ニックスを破り、 カンファレンスファイナルでは、シカゴブルズと対戦。徐々に実力をつけてきたブルズは奮闘し7戦目まで持ち込んだが、この試合にピストンズは圧勝。再び NBA ファイナルに駒を進めた。このシーズンウエスタンカンファレンスを勝ち抜いたのは、ポートランドトレールブレイザーズだった。ピストンズは4勝1敗で2年連続の優勝を決め、シリーズ平均27.6得点。 7アシストを記録したトーマスはファイナル MVP に選ばれた。NBA で2連覇したチームは1987年、1988年のロサンゼルスレイカーズに続いて1960年代以降で2チーム目だった。ピストンズは歴史に残る快挙を成し遂げたが、同じ地区のライバルシカゴブルズの実力はピストンズに迫り追い越しつつあった。 バッドボーイズと呼ばれたピストンズは、ブルズのエースマイケル・ジョーダンを、ジョーダンルールという手法で封じ込めていた。これは、ゴール下に切り込んだジョーダンをピストンズが数人がかりで、強引に抑え込むというものだった。過去3年にわたって、プレーオフでピストンズに敗退していたブルズにとって、ピストンズは倒すべき宿敵だった。1990から91シーズン。 ピストンズは勝ち星を減らし50勝32敗、一方のブルズはリーグ首位の61勝21敗を記録していた。プレーオフでピストンズは1回戦、カンファレンスセミファイナルと勝ち抜き、カンファレンスファイナルでブルズと対戦した。前シーズンは最終の第7戦まで争ったが、このシーズンのブルズは成長が著しく、4戦全勝でピストンズを敗退させてしまった。 115対94で、ブルズの圧勝となったシリーズ最後の4試合目に、トーマスは後に物議を醸す事件を起こした。ピストンズの敗戦が明らかになった試合終了間際、ベンチに下げられていたピストンズの主力メンバーは、試合が終わる前に、トーマスに引きられて、コートから退場した。相手選手と挨拶を交わすことなく、ブルズベンチの前を通り過ぎる様を、多くのファンはいかにも、 バッドボーイズの終焉らしい幕切れと考え、同様に多数の人々はスポーツマンシップに欠けた、綺麗な行為という印象を持った。この事件でトーマスは大きな批判を受けることになった。1992年にトーマスがドリームチームのメンバーに選ばれなかったのは、この件が大きな要因になったとされる。1991年にシカゴブルズに敗れて、以降、トーマスは 怪我がちになり、ピストンズも選手の年齢が上がり始め、次第に負けが込むようになっていった。1992年には48勝、1993年には40勝まで勝ち星が減っていた。1993から94シーズンの途中には、ビル・レイン・ビアが引退。このシーズン、トーマスは膝やあばら骨など数カ所の怪我により出場した。 試合数58にとどまった。ピストンズは20勝62敗という結果に終わり、シーズン終了後トーマスは引退を表明した。引退時点での生涯通算得点は18,822点、通算アシスト数は9,061、通算スティール数は1,861本で、いずれもピストンズ歴代選手中で最高の記録である。 また通算アシスト数は、ジョン・ストックトン、マーク・ジャクソン、マジック・ジョンソン、オスカー・ロバートソンに次いで、NBA 歴代5位であり、スティール数は同じく歴代9位である。2003年、マイケル・ジョーダン最後のオールスターでは、当軍のヘッドコーチを務めた。その際、ファン選出のビンス・スカーターを説得し、ファン選出にもれ当初リザーブだったジョーダンが、スタン出場できるよう取り計らった。 この年のカーターは欠場が多かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。